江崎道夫の備忘録、またこの時間がやってまいりました。本日も評論家江崎道夫先生とともにお送りいたします。先生どうぞよろしくお願いいたします。本当によろしくお願いいたします。12月に入ってまいりまして、今月いろいろと予定が終わりの方も多いと思いますが、国の方でもどうも山口にプーチン大統領をお迎えしてというようなさまざまなこともございますし、またこの放送の前の日3日ですかね、ということになりますけども、外務大臣、岸田外務大臣と、ロシアのラブロフ外務大臣がお見えになってなんてことは、ロシアでやるというようなこともありまして、いろいろと予定が詰まっているというのは国も同じでございます。で、実はですね、今日また久しぶりにですね、こんなところに、トランプ台頭の秘密ということですね江崎先生のですねこちらの本も絶賛発売中でございまして、チャンネルクララをご覧の皆様方はおそらくお手に取ってお持ちかと思いますが、ぜひ防衛予算10兆円と言いながらお友達に勧めていただければというふうに思います。絶賛発売中でございますね。で、実はこちらの画面のこちらにですね、こんなものがございまして、今日は実はアメリカトランプの話を、していくということで、この帽子はどうされたんですか？ですね、この本を書くにあたっていろいろもアメリカの関係の要するに人たち協力してもらった、そのうちの一人が要するにトランプ当選したよねということで、記念にって言ってですね、くれた帽子でして、トランプのところでしか買えない、トランプ公式キャップっていうですね、レアものです、日本で持ってる、なんかまだランダムヨーコさんは、ね、持ってても持ってますけどね、レアもので、で面白いのはですね、これ見ると分かるんですが、まず国旗、アメリカの星条旗ですね。で国旗、星条旗ですね。でこの後ろのこれにも国旗、星条旗ですね。で、なおかつですね、大きく書いてるのがですね、メイドイン USA、アメリカ、でここもメイドイン USA、要は何が言いたいのかというと、要するにもう国旗とか、その要するにメイドイン USA、要するに、いやもうそう書いたみたいですここにも、すでにこう、もうね、なんなのかっていうと、もう要はようやくアメリカ一枚屋じゃなくてですね、国旗国家を認めないような自虐的な国は日本だけだとか言うんだけどそんなことないしって、アメリカだってぐちゃぐちゃで、この間もトランプさんが、国旗を燃やすやつは国会追放だとかいうふうに言って、その通りだと思うんですが、それぐらい国旗を燃やしたりする、左翼リベラルの人たちがもういっぱいいて、もうその過激なその左翼たちにの中でもう言論弾圧されて、保守の人たちは苦しんでいる状況の中で、もう自分たちはとにかくもう国旗を持って、要するにアメリカなんとか立て直そうと思ってんだという、もうこのものこれ見るだけでわかる、だって書いたじゃないですか、メイクアメリカグレートアゲインですから、でちなみにこれですね、ニューヨークとかですね、そのサンクチュアリシティといって、要するに左翼リベラルが乗っ取っているような地方自治体でこの帽子かぶるとぶん殴られるから気をつけろと、それはそうですね、ワシントン DC とかね、いうですね、どこでもほら結局過激な左翼ってそういう暴力沙汰で、暴力で言論弾圧するような人たちがやっぱりどこでも一緒なんですよね、だからいう中でこういう、でも田舎の人たちはこの帽子かぶって、アメリカの、政治を加えてね、要するにやっぱり国旗国家ぐらいちゃんとね、この誇れるようなまともな国にしたいよねって、どこの国の話だという、いう話を、地方に行けば行くほどですね、皇室カレンダーの売れ行きがいいみたいな、もう大体貼ってありますよね、だからもう田舎の人たちとかなんとか、もうなんとかこうトランプでまともにね、国旗国家をちゃんとね誇れるような国にしたいよねって。いう、ことがこの帽子一つでよくわかるという意味で、アメリカが一枚岩じゃないということを僕は言い続けているんですが、もう本当にそれも皆さんのおかげでようやくこうみんな分かってきて、そうですね、もうアメリカがけしからんとか、アメリカが日本を潰そうとしたら、それどこのアメリカだよっていう、そのアメリカはっていう言い方はやめましょうねと。日本の政策はもちろん、椎和夫先生がおっしゃっていることだけじゃございませんのでね、そうです、
いろんな考え方がそこにはございます。鳩山由紀夫さんの言ってることを思って日本けしからんってアメリカから言われても困るでしょうと、はい、いや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 というね、そういう、まあ、ごく当たり前の常識がですね、はい、こう入ってきたという意味では非常に良かったなと、まあ、だんだんいろんな化けの皮が剥がれてきたといいますか、はい、平和は大事ですって言ってる人たちが一番暴力が好きとかね、そう、そう、もういろんなびっくりするような話いっぱいありますんで、ね、言論の自由を守れって言ってる人間が一番ね、 その保守的言論を弾圧するとかね、もう本当に意味不明なことをですね、もう本当にダブルスタンダードもいいところでですね、はい、もっと言うと学問の自由を守れと言っている大学の先生が一番学問の自由を認めないとかね、うん、本当にですね、こう左翼系の有名な雑誌の六歳社っていう会社がありますけども、はいはいはい、あそこがですね、しばき隊について書いてる本を出して、しばき隊けしからみたいなですね、はい、あれは共産党のフロントだみたいなねもうね、大笑いのですね、はい、ちょうどジャパニズム、皆さんご存知だと、はい、ジャパニズムとか正論とかこのぐらいのですね、はい、大きさでですね、はい、六歳社さんから売ってたりするんで、さすがにそこにですね、金をぶっ込む気はないんで立ち読みだけでしたけども、はい、そんな本も出てるぐらいでありまして、はい、もう本当にもう今だいぶいろんな化けの皮が剥がれてきて、はい、大変、素晴らしい時代に突入して、もちろん安倍先生に、慢性という、そういう番組じゃありませんからね、はい、ダメなものはダメ、いいものはいいと言ってますからね、いいということで、はい、やっぱやっていきましょうねと、はい、で今日の話ですけども、今の正論がちょうど出ておりまして、正論というのが出まして、はい、まあ、1月号ですね、これね、1月号ですね、はい、今月号実は僕そのトランプに関する特集だったんで、トランプに関する記事と、はい、いつも書いている辞表と、あと今回正論大賞をもらった木村さんの本、はい、プーチンって本を書いてるんですね、その書評を書いたんですね、うん、3本書いてるんですが、読んでほしいのはですね、辞表で、うん、はい、正論辞表という、ね、正論辞表という、まあ、いいやつで、全然連載されてる、ね、連載してる辞表の中で、はい、ですね、ウィールっていう雑誌で、うん、リチャード・フィッシャーっていうですね、うん、このヘリテージ財団と関係が深いですね、はい、軍事アナリストがいるんですが、はい、彼のインタビュー力のことをずっと紹介してまして、はい、でフィッシャーがですね、これもトランプになる前なんですが、うん、シンクタンクの中では民主党系といいますか、はい、まあ、アメリカのですね、まあ、リベラル系のシンクタンクと、はいはい、それから、まあ、保守系の、まあ、シンクタンクがあって、はい、ヘリテージ財団というのは保守系の方のですね、はい、でそのヘリテージの方の、まあ、上級研究員やってた人で、うん、リチャード・フィッシャーっていう今は軍の関係 の、はい、情報の仕事をやってる人なんですが、うん、彼がですねのインタビュー力を小森さん産経の、はい、と対談でやってるんですが、はい、その中でこういうこと言ってるんですね、アメリカの外交政策っていうのは、うん、キッシンジャーみたいに、うん、中国の軍事動向に甘い見方をするパンダ派が、うん、要するにパンダ大好きパンダパンダハグしちゃいますみたいなっていうグループと、要するに中国は要するに非常に警戒すべき国で、やっぱり軍事的覇権を狙っているという意味で、彼らをやっぱりとは共存できないし、彼らの勢力をそがないといけないというドラゴンスレイヤーという、ちょっとすみません、この辺に字幕を後で、はいはい、入れていただいて、いうグループがいて、このドラゴンスレイヤーの代表格がフィッシャーなんですね、うんうん、で多分このトランプ政権になると、このドラゴンスレイヤーたち、うん、アメリカの中の、うん、がトランプ陣営の中で対中政策を、うん、まあ、要するに、まあ、影響力を発揮していくという、うんうん、おっと、なんかヒラリーさんになった時と真逆の結論が出るようなんですね、真逆の結論になっていくという話でですね、でこのフィッシャーのこの対談を読んでると面白いのはですね、はい、とにかく中国共産党は日本を完全に屈服させる、うん、ということを目的としているので、うん、中国との共存というのは非常に厳しいというようなことと、あとですね、これ僕はああと思ったんですが、このドラゴンスレアのメンバーたちはですね、沖縄の今の独立っていうかですね、うん、反米反日運動をやってるグループのバックに、はい、北京がいるっていうことを我々分かってると思う。我々がと言いますかですね、保守系の論壇でそれを言うとですね、はい、もうそれこそ荒唐無稽なと言いますかですね、はい、そんな陰謀論のようなですね、もうそれはなんかロックフェラーがやったんだみたいな、そういう系のです、類だと思われてしまうのに、
そう、で、そういうバックの北京の、要するに沖縄のやっぱり反基地闘争のバックに北京がいるということはもう広く知られた事実で、それは台湾やフィリピンや他の国に北京がやってると全く同じことなんだと。でそれを我々理解しているんだけども、そういうことに何もしようとしてこなかったに、させてこなかったのがオバマ政権だったと。まあそうでしょうね。だからトランプの政権になっていったら多分そういうことについての、いやこともやっていくので、沖縄の問題なんかに関しても含めて、広範なこう結局ネットワークを作っていく、あの、対北京でですね、やっていけるようになっていくんじゃないかっていう話をですね、リチャード・フィッシャーっていう人が、とうとうと言ってて、その議論をこう紹介しているんですが、この論文を書いた後ですね、実はあの10月の下旬にそのあのトランプの、要するにあの支援している軍グループの関係者が日本にやってきまして、で彼とちょっといろいろ話をしたんですね。で話をした時に彼が言ってたのは、あの要するにあのランディ・フォーブスっていうですね、アメリカの下院議員がいるんですが、あの彼が多分ですね、今後アメリカの海軍長官になるだろうという話をしてまして、でこれ新聞あの、あのアメリカの報道でも出始めてるんですが、このランディ・フォーブスってどういう人間かというと、このドラゴンスレイヤーを率いている、あの要するにアメリカ海軍戦略の、要するに政治あの議員レベルのドンなんですよ。で海軍っていうのは何かっていうと、アジア太平洋方面の対外政策を結局仕切っていくやつ。でこのでランディ・フォーブスってやつが多分なっていって、ドラゴンスレイヤーを率いていくようになるだろうと。でなおかつこのランディ・フォーブスの幕僚たちが、要するに僕が昔から付き合っているメンバーたちが軒並みそれで引っ張られるっていう話になって、非常に分かりやすい構図ですね。非常にね、あのだからこの実はこの本でいろいろ協力、ちょっといろいろ教えてくれたメンバーたちがいるんですが、彼らも、あのひょっとしたら、トランプ政権になると、幕僚として入っていくかもしれないというですね、非常にいいニュースを聞いたんですね。そうですね。ちなみにこのですね、あのこのランディ・フォーブスっていう会議員は何を言ってたのかと、オバマ政権の時に、オバマに対してなんで尖閣はね、で問題が起こったらアメリカは日本を守ると言わねえんだよと言って、オバマ大統領をずっと突き上げてた人間で、日本で言えばどういう人ですかね、西村慎吾さんみたいな人。あ分かりやすいですね、みたいな。要はなんていうかな、もうそうお前そんなこと荒立てるなよっていうふうにみんな言う中で、このランディ・フォーブスは違うと、オバマが尖閣守るって言わないから日米中の三角関係がおかしくなってんじゃねえのかと。あれだ、あじゃあ平沼武雄先生が大統領になって、そうそう、西村慎吾先生が海軍長官になったんだね、いうような感じの空気感で、いやあの言うぐらい頑張ってた人、別に親日家じゃなくて、要はあのアジア太平洋におけるアメリカの要するにプレゼンスを維持するためには、尖閣は守るというふうに言わなきゃいけないのに、それなんで言わねえんだって言ってた人、誤ったメッセージをずっと送り続けてましたからね、北京に対してね、オバマさんがね、でこのですね、でランディ・フォーブスが結局ですね、このなんで海軍長官になるのかっていうと、政策的な問題もあるんですが、一番大きいのはですね、あの今回あのフィラリーとトランプやった時、スイングステートといって、ウィスコンシン州とかですね、ああいうところが結局民主党から結局トランプに変わったわけですが、そのウィスコンシン州とかああいう地域をですね、トランプに変えるための工作をやった人間なんですね。でどういう工作をやったのかというと、分かりやすくて、ウィスコンシンのところにですね、あのアメリカの軍、あの海軍の、要するにですね、あの造船所があるんですよ。だからあのよく言われてるああいうところは民主党系の労働組合が強くて、そう、労働組合が非常に強いところで、なんですが、造船所とか鉄鋼所とかいっぱいあるところなんですが、あそこに行ってですね、あのトランプになったら毎年2兆円ずつ海軍の軍事予算を増やします、で軍艦作ります、おお仕事が増えます、でなおかつその2兆円で作ったのに、あの、軍艦作るにあたっての鉄鋼は全部メイドイン USA を使います、おお内需拡大、そうという話をして、軍の人たちや産業界や労働組合の人間もみんな2兆円、そうですね2兆円ですよ。でも労働組合とすれば、レイオフになった連中も呼び戻せる、呼び戻せる、
身を戻せる、で鉄鋼から何から全部内需拡大、だからウィスコンシン州を中心とした、うん、その鉄鋼労組、自動車労組とか強いような民主党が強いところでも、うん、軒並みなだれ打ってトランプに変わった、うん、で、ね、選挙の終盤一番最後の時にトランプさん入ってやりますって本当に彼が言っちゃったから、はい、おーという意味で、そのこのランディ・ホフスというのは、うん、結局トランプ勝利の立役者の一人なんですね、うん、そうですね、だから、うん、多分海軍長官とかそういう立場になっていくだろう、うん、まあ論考と言いますか論考交渉だし、で政策とその資金対策と選挙の勝利全部合わせた形の中心メンバーにこのフォーブスや軍の、あの海軍の連中がいるので、そうですね、はい、これやっぱり公約守らざるを得ないんで、まあ海軍長官になることはよくわからないんですが、そういう立ち位置になって多分2兆円ずつ出していく、はい、でやっぱりそうやって大規模軍拡をやって、うん、アジア太平洋のプレゼンスを立て直す、うん、問題はだから繰り返しますけど金、はい、防衛予算10兆円、はい、金です、まあ、あの実際には軍拡といっても、うん、オバマ政権で切られに切られたものを元に戻すってだけなんですけどね、うん、元に戻すだけなんですけど、元に戻すだけなんですけども、やっぱりそういう形でアメリカは大軍拡、トランプ陣営で軍拡で元に戻すことをやるんだから、うん、自分たちもそうやって努力するんだから、うん、日本だって当然そうやって金を出し合って、うんうん、お前友達だよな、友達だよねっていう話で、うん、友達ならあのロークを分かち合うよね、そう、もちろんやるよね、そう、防衛予算10兆円、はい、でその防衛予算10兆円の話でですね、僕はあの、うん、あの安全保障の専門家 の、 あの牛尾雅人先生、はい、ね、あのもうあの正論に書いてるんですが、ここでも、はい、あの GNP2%、うん、あれどっかで聞いた、あ10兆円の話をですね書いてもらって、なんとですね、あの防衛費対 GDP 比 2% 以上、うん、現状倍額なる、うん、そうした危機感が政府にマスコミを届し、これでいいのか、うん、おや、あれあれ牛尾先生って確か、4月の正論別冊で結構9条改正とかそっち方向に行ってるのか、9条はもちろん大事なんですが、うん、やっぱそういうことをやっぱり皆さん有用言ってくださるようになって、うんうん、そうね、 GDP っていうのはだいたい500兆円あって 2% なんでまあ10兆円、はい、あ計算合ってるかな、はい、あ合ってますね、合ってます、だからそういうような形でやっていって、あのね、正論もいやこれあの GDP2% を10兆円の話を僕はもう去年から言ってるんですが、うん、ね、書いてもなんかみんなこう反応してくれなくて、もう、ね、うん、なんかもううーんと思いながら言ってたんですが、うん、ようやく正論もそういうことをみんな載せるようになってくれて、はい、もう憲法9条を改正するっていうところが一本やりでいた方々が、はいはい、どうもちょっと防衛予算10兆円でいけるんじゃねと、そうでトランプさんに変わったので、はい、まあ、相応の負担ということでやると、はい、で、その負担だし、要するにまあ何度も言うんですが、うん、このアジア太平洋の平和と安全を守るために新しい事業を起こすと、うん、そのためにあのトランプ政権としては、ね、海軍予算だけでも毎年2兆円増やすよと、うん、そうやって、ね、自分たちは事業をやるために出資するんだから、うん、日本だってパートナーをやるんだったら出資してよと、うん、まあそりゃそうですよね、うん、いう至極当たり前の、いやそれなんかまたアメリカに言われてね、金出して日本は属国だ、いや違うんだって、うん、共同事業者になろうと思ってるかどうか、もうなんかね、その何をか言わんやなね、はい、日本語で言うポピュリスト、はい、ポピュリズム、はい、みたいな、それがなんかもう横行していて、はい、もう全然違うでしょと、そうだから、もう共同経営者になろうよっていう話です、うん、で多分、うん、あの何度も言うようですが、うん、あの日本が共同経営者になるのは嫌だと、うんうん、いうふうに言ったら、じゃあ仕方ない、うん、北京と取引するしかない、そりゃそうだそりゃそうだいう話になるんです、うん、だからあの喜んでいる場合じゃなくて、うん、要はあの共同経営者になって10兆円出して共同経営者の道を選ぶのか、うん、ね、米中結託に、ね、うん、行くようにトランプさんにそそのかすのか、うんうん、ヒラリーさんがなったら黙らないねって同じようにやるのかっていう選択は迫られてるということが、うん、あのまあ、あのようやくはっきりしてきたと、そうですね、いう意味で、うん、まあ、あの倉山先生なんかもいつもあのトランプに備えよって言い続けてるわけですが、はい、まあ、とにかく引き続きそれを言い続けていくしかないと思いますし、うん、今茨の道ですからまだね、はい、あのヒラリーになったら地獄、はい、トランプになったら茨の道で、はい、茨の道がナウですから、はい、茨の道ナウですから今ね、ですからこれなんとか10兆円ね、はい、防衛予算組んでいくということと、はい、アメリカにそれこそ、まあ、中国もそうですけども
その間違ったメッセージを送らない。そうです。もう本当に誤ったメッセージを送ると大変なことになるので、日本はどういう立場でやっていきますということをしっかりとですね、はい、打ち出していかなきゃいけないというお話ということになりました、はい、あと書き込みでいろいろ書いてますけど、いやこうそういう話を、ね、あの政権中枢にしてるのかしてないのかとかしろよとかいう話ですけど、はい、いや残念ながらここでは言えません。まあそれはそうですね、はい、ということです、はいはい、あの政権中枢とあの関係がないと思ってますって話ですよね。あの普段から国会に行っているような人たちですからね、みんなそうですからね、山村先生とか、はい、あの倉山先生もそうですけど、はい、みんな国会にいたりするわけですよ。そうです。だって私江崎先生と一緒にだって仕事し始めたの国会の中でしたからね、まあ、それが問われたんですけども、はい、まあ、あのそういうことですので、はい、あの今後のですね政治の動き等も注視していっていただければと思います、はい、先生どうも今日はありがとうございました。